はい。皆さんこんにちは。えゼぜです。それでは今回なんですけども、ソフトバンクオンライン始まる2021年3月より月額2980円でサービス開始。楽天モバイルアハモとの比較もということで、今回はついにソフトバンクより新プランが発表されました。で、その新プランについての解説を簡単にお伝えしていこうと思います。で、先日ドコモから発表されたアハモの対抗プランとなるかなと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、行ってみましょう。 てことで、今回こちらが発表されました。ソフトバンク LINE。ソフトバンクのブランドとして提供ということですね。で、こちらのサービスなんですけれども、2021年の3月よりサービスが開始されるということになっております。で、ここのですね、ソフトバンクのブランドとして提供というところなんですけども、まあ、ちょっと公式のプレスリリースなんですが、ちょっとそのまま読みたいと思います。2021年3月に予定している LINE 株式会社と Z ホールディングス。株式会社の経営統合を機に、ソフトバンク会社が LINE プラットフォームを フォームを活用した通信事業における新サービスを提供することについて LINE 株式会社と今後詳細を協議していくことにより実現するものですなお現在 MVNO サービスを提供している LINE モバイル株式会社については今後ソフトバンク株式会社の100%子会社化及び吸収合併に向けて検討を進める予定ですということでございますなので完全にねもう LINE モバイル自体がソフトバンクの方に移るということになるみたいですねなのでこのように出てる通りま LINE モバイルが完 完全ににソフトバンクととと LINE がも合体すするよということになりますそして、ちょっとね、気になる料金プランなんですけども、まあ、今出てる通りなんですが、月額2980円の新料金サービスを提供ということですね。で、ちょっとこのまま文読むんですが、毎月 20GB のデータ容量と、コミュニケーションアプリ、あの LINE ですね、それをデータ容量気にせず使い放題となる LINE がギガノーカウントがついた 4G、5G 共通で月額2980円の料金サービスを提供します。5分以内の国内通話が何度でも無料で、月額料金はずっと変わりません。そして、eSIM にも対応するということになっております。で、料金プランのね、表みたいなのも出ておりまして、まず、基本料金として、まあ、2980円と。まあ、これ安いですよね、普通に考えて。まあ、これ税抜きの金額になるので、こちらが税込みで3278円となります。で、データよりに関しては 20GB プラス、LINE が GA ノーカウントということで、 まあおそらくね、このギガノーカウントということで、まあ LINE のチャットであったりとか通話がそういったものがノーカウントになると。で、もしですね、データ容量を超えた場合は、1GB で500円で追加可能ということになります。まあ普段からね、20GB に収まっている方であれば、そんなにまあ超えることはないのかなと思いますね。で、続きまして、データ容量超過時の通信速度ということで、まあいわゆるその速度制限がかかった時、これが最大で 1Mbps 出ますよと。まあ最近は大体この傾向にありますよね。ちなみに最大 1Mbps のまあイメージとすると、YouTube 低画質ででギリ見れるぐらいいかなととうことですね僕もワイモバイルで一度速度制限かかったことあるんですけども最大 1Mbps でもまあギリ YouTube 見れるかなっていう感じなのでまあ普通に使う分には問題ないかなとそして 5G に対応するとで通話料に関しては5分以内の国内通話が何度でも無料ということですねまあここまで来ると例のプランにすごい似てきてますよねこれ後ほどお伝えしますちなみにこの通話料に関しては1回あたり5分を超える国内通話は30秒に20円の通 通話料が別途発生するとでですね5分を超える国内通話を無料になる通話オプション月額1000円に加入となのでいわゆるそのかけ放題のことですかねまあこれも1000円出てきるとでですねまあここまでお伝えしてちょっと気になるこの通社の品質はどうなのかということなんですけども結構ねこれ噂でも僕聞いてたんですがまあその LINE モバイル自体はその昼間の接続自体が結構遅いであったりとかいやもう LINE モバイルはちょっと厳しいなっていうことをちらほらと見かけておりました ですけども、今回の発表であったのは、ソフトバンク会社の自社ブランドとしてソフトバンク及び Y モバイルと同じネットワーク、同じ品質で各種サービスを利用できますと。 発表されました。もう歓喜って感じですね。もう僕も y v o y で使ってるんですけども、全然ストレスなく使えてるので、それが同じ品質で、さらにね、安く使えるということであれば、かなり魅力的なのかなと思います。続きまして、手続きする方法なんですけども、こちらもですね、まあ、出ておりました。オンラインブランドとして店舗を持つことなく、サービスの契約など、すべての手続きがオンライン上で簡単な操作でできます。契約後のお客様のサポートなども、オンラインでのチャットサービスを中止に対応し ますさらに、LINE で様々な手続きができるようにする予定です。ということでございました。なので、もしね、海外検討しようかな、まあ、契約変更されようかなとか、まあ、MNP ですかね。そういったのを検討されている方は、もうサクッとオンラインで手続きができると。オンラインの手続きってね、若干ちょっと難易度上がるとこではあるかもしれないんですけども、まあ、簡単な操作という風に出てますけども、まあ、これはね、実際に人によっては感じ方が変わるかと思いますんで、ですけど、まあ、オンラインでサクッとできるならね、ちょっとこれは僕としたら結構嬉しいかなと思います。ちょっとやっぱ店舗に行く のはねめんどくさいというのもあるのでであとですねまあ、これを全部通した上で個人的に気になることをちょっとピックアップしてみましたまあ、ざっと4つなんですけどもまず1つ目はまあ、ソフトバンク光との割引はということなんですけどもまあ、いわゆるこの今回のソフトバンクオンラインですかねこれを契約しててソフトバンク光も契約したらそれに対するま特典って得点っていうのか割引はあるのかなみたいなワイモバイルを契約してたら500円割引的なものはあるんですけどもまあ、これは適用されるのかどうかちょっとこれは 気になりますねこれがあるかないかによって僕自身は契約するかどうかはかなり迷うところではありますで。次にソフトバンクワイ y m イルまとめて支払いに対応はということなんですけども、まあ、これは正直かなり可能性は薄いかなと思います。完全に別物として扱われるのであれば、まとめて支払いには対応しないのかなと思うんですけども、もし対応してくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。そしたらね、PayPay ペペがお得に使えるので。そしてあとこちらも気になりますよね。LINEPEY クレカとの相性はということなんですけども、 もしね、あの、携帯料金の支払いを、このビザラインペックリストカードとかで支払ってたら何、何還元とか、まあそういったものがあるのかな、ということであれば、まあもしね、ラインポイントを貯められてる方が結構嬉しいのかなと思います。ちょっとここも気になりますね。そして4つ目の契約特典過去キャンペーンはということで、まあこれ後ほどもちょっとお伝えするんですけども、例えば楽天モバイルであったりとか、ドコモのね、新料金プランのアハモ、もうこちらも契約した時にポイントがもらうことできるんですけども、このソフトバンクオンラインですね、これを契約した 時に何かしらの特典付与みたいなものがあればまあかなりね契約する意欲も湧いてくるのかなという風に思いますもしですねもうすでにこういったの発表されてましたよということがあればぜひコメントください僕がもしかしたら見落とし,るもう見落としているのかもしれないですで最後にですね楽天モバイルとアハモそしてソフトバンクオンラインですねこれを簡単に比較してみたいと思いますまず最初はざっとこんな感じですね上から見ていこうと思うんですけどもまず料金なんですが アハモ、そしてソフトバンクオンラインで楽天モバイル。これはどちらとも税抜きで2980円となります。で、楽天モバイルに関しては1年間無料のキャンペーンも行ってるんで、まあ僕はね、今楽天ミニ契約してるんですけども、その期間であれば無料で、それ以降に関しては2980円と。面白いぐらい全部並んでますよね。で、続きましてデータ容量に関しては、アハモは 20GB。で、ソフトバンクオンラインに関しては 20GB にプラスアルファで LINE が無制限と。まあこれはね、トークと通話だけになります。 で、楽天モバイルに関しては、一応無制限ということなんですが、これは楽天エリアだけ。それ以外に関しては、au 回線の 5GB 以内となります。ま、これを見る限りは、やっぱ 20GB ある方がね、ま、余裕を持って使えるかなという感じですかね。しかも、楽天エリアに関しては、地方だとなかなかね、対応してるところが少ないので、都心部とかに住んでる方であれば、楽天エリアいいと思うんですけども、僕みたいな、ま、地方の方に住んでるのであれば、ま、5GB だちょっと足りないかなっていう感じですかね。次に、データ容量超過時の通信速度。最、ま、こちらは 1Mbps。 まあ、ね、やっぱ最近この傾向にありますよね。で、通話料に関しては、アハモとソフトバンクオンラインに関しては5分以内であれば無料。で、楽天モバイルでは楽天リンクというアプリを使えば無制限でお電話することができます。で、5G に関しても3社全部対応と。次に通信速度なんですけども、これ完全に僕が独断と偏見で丸三角をつけてます。アハモに関してはドコモの回線を利用すると思うので、これは丸と。で、ソフトバンクオンラインに関しては、ソフトバンクの回線を使うので丸と。で、楽天モバイルに関して、 はこれ楽天エリアであればね僕も一部福岡で使えるところがあるんでそこで使ったらまあ問題はないかなとですけども英雄回線に切り替わった時は速度的にはまあ普通かなっていう感じですかねですけども結構微妙なところでも入ってはくれるので一応何とも言えないんですけども三角と付けさせていただきましたこれは使う場所によって変わるかなと思いますであとこちらもまとめてみました PCM に関してはアハモは特にまあ発表がなかったのでハテナとしておりましてソフトバンクオンラインと楽天モバイルは対応と契約 アハモは0円。で、ソフトバンクオンラインは出てないんですけども、おそらくここはかからないのかなと予想してます。で、楽天モバイルも0円。で、MLP の転出手数料に関しても同じですね。 まあ、こちらもソフトバンクオンラインも特に発表されてないんですが、おそらくまあ今の傾向であれば0円になりそうなようかもしれません、ね。で、契約する場所に関しては、まあ、アハモ、そしてソフトバンクオンライン。で、楽天モバイルに関しては、オンラインがそれぞれできるんですけども、楽天モバイルだけ店舗で契約できると。で、ポイント付与なんですけども、アハモは1000円ごとに10ポイントの D ポイントの期間用途限定が付与されます。で、ソフトバンクオンラインは発表されてないんですけども、先ほどお伝えしたように、まあ、ラインポイントあたりぐらいが付与,付与されるんじゃないか。

で、契約する時の特典なんですけども、アホモは契約した時に、まあエントリーが必要とはなるんですけども、3000分の D ポイントをもらえます。まあこれは期間用途限定ですね。で、ソフトバンクオンラインは今のところはまだ出てないです。で、楽天モバイルに関しては5000分のポイント、楽天ポイントが期間限定ポイントをもらうことができます。で、まあね、ここまでお伝えしてやっぱり気になるのは、 この英雄ですよね。ここがいかにそのダークホース的な存在になるのか、個人的にはめちゃくちゃ気になりますね。で、一応ネットのニュースとか見る限りは、2021年の1月に新プランが発表するかもと。しかもその新プランに関しては、ドコモのアハモと対抗するようなプランが発表されるかもしれないということですね。この傾向的に料金はおそらく2980円の本当に近いぐらいの料金が出てくるんかと思うんですけども、さらにそこからね、飛び抜けた何かを しててくれれるののかかどうかっていうっっいはやっぱ気になりますねこが者で、さらにここからね、まあ、これ可能性はあるのかどうかわかんないですけども、楽天モバイルも何かしら仕掛けてくれれば、それはそれでまたまた面白いのかなと思います。ぶっちゃけ僕もね、楽天見に出た時は、これやべえなっていう風に思ってたんですけども、まあ、アハも発表されて、そして今回のソフトバンクオンライン。ここまで発表されたら、せっかくこの楽天モバイルの魅力的なところがちょっと薄れつつあるのかなっていう風に個人 的にちょっっと思ってるんですよね僕の勝手な素人ながらの独断と偏見なんですけども。なので、またね、今後の発表とかにちょっと期待したいところではありますね。あるのかどうかわかんないですけども。あ、そんなこんなで今回はソフトバンクの新料金プラン、ソフトバンクオンラインについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。いや、僕もね、普段はキャッシュレスとかポイントについてお伝えしてるところではあるんですけども、まあ、結構ね、先日発表されたドコモのアハモを筆頭にシンプルな料金プランとして発表されているので、素人ながら結構面白いなというふうに思ってきましたんで、 もし今後もね、機会があれば、また動画としてまとめていこうかなというふうに思っております。で、今回発表されたソフトバンクオンラインについての公式のリンクに関しては、下の概要欄にリンク貼ってますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいと。いうことで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。